第13期女流会リーグ実況の小笠原奈央です。そして解説は24期25期麻雀マスターズを獲得白鳥翔が務めます。白鳥プロよろしくお願いします。お願いします。お願いします。それでは参りましょう。第13期女流会 A リーグ第4節データ4回戦トハイの開始です。立ち合いにこの慎太郎の合図によって4回戦が開始されました。ちいちゃから葵、なんちゃにアッキー、シャーちゃに松岡、ペイちゃに藤井の並びです。一曲葵の親番なお。ルールは一発裏ドラない日本プロマージャン連盟公式ルールで行われております。さあドラが白となりました。ポイントが出ております。3回戦を終えてのポイントです。松岡が1人でプラス 65.8 ポイントとなっております。葵はマイナス22、ま、松岡からすると、はい、そのなんだろう、決定戦進出の一応当面のライバルのアキさんを結構沈めて、はいはい、今自分がポイントプラスしてるんで、うん、相当嬉しいというか、うん、展開的にも向いてるプラスですよね、はい、ここでまたポイントね加点できれば馬引き入れて、ここは龍は切りとしました。リャンソーとかになりそうと思って、はい、本一とかね、そうですね、と思ったんですけど、1,2,3 もってことですか。 1,2,3 はこの形はちょっと厳しそうですよね。あまりに必要な牌が多い上にマンズでジャントができた時だけって感じなんで、はい、これでグッツキのいいシャンテンとなりました、はい、おなんか今3ピンにちょっと手がかかりそうだった。どうなるんでしょうか。藤井も3ピンが頭に行きますか。めっちゃいいじゃん、これは行くでしょう、うん、だって関数満テンパイじゃないですか。一応違います。あ、本当ですね、うん、関数満のテンパイ、関数満テンパイですけど、はい、これも一緒ですよね、はい、もう先ほどから何回も言ってるんですけど、はい、4万積もっても積も上がらずとか、上茶から数万出たら数万チーして3ピンっていうのも面白いですよね、はい、数万なんか上がっちゃうのもったいない感じ。これは上がらないんじゃない、うん、もったいないもん、ね、3ピン上がるか、もしかして上がんないよね、うん、これはつけたから3ピンだ、うん、もう何、おーそっち、えはー、おーマジか、69万引くと4000おる、6000おるピンフ1通だ、うん、通も面ピン積も1つ、そうですね、9万積は6000おるか、はい、9万が1枚切れ、なるほど、これも面白い、3万切りのフリテンリッチと、まあ、マンズ 何引いても、はい、結構、まあ、リャンマンとかいったらリャンマン短期なんですけど、多面茶になりそうな形だったんで、はい、3ピン3ピンとなるのかなと思ってましたが、うん、まあ、この積もはリャンマン短、あ、ごめんなさい、リャンマン短期じゃないわ、こうなった時はリャンウッパーマンか、3万があったんですもんね、サッシーのコールオチパーですもんね、うん、リャンウッパーマン合ってますよね、さすがに、うん、合ってますね、リャンウッパーマンだったんですけど、うん、まあどうですかね、どうなるかですよね、うん、さらに上行きたかったですけど、うん、ね、葵さんなら行くのかなというイメージがありましたけど、裾を切っていく藤井、なるほど、なんかまたこれも考えさせられる手ですね、はい、例えばリアンウッパーマンじゃないですか、はい、まあ、それって大体1万8000なんですけど花なんで、うん、でもこれリーチして9万積もると6000オールなんで、うん、6000オール、まあ変わらないというか、うん、ただ振り点というね、うん、で これも面白くて、また何回面白いんだっていうのっていう話なんですけどぜひ教えてください。例えばこれまた3万積もったら1300オールじゃないですか、うん、で今回相手が全然来てないんですよ、うんうんうん、この時は3万積もぎりたい、うい積もぎりたくないですか、したい、1300オールだって次の積もにローマンとか9万いるかもしれないですよ、うん、悔しいでしょ、積もぎります、積もぎろ、もうまあ、だってほらもう全然来てないもん、周りが、うん、恐れて、うわー、ねー、
だ。一通はついてないかな。うん、ついてないな。こっちですね、やめてもらっていいですか。こっちも悲しかったんだけど、うん、言いたかったか。うーん、1通ついてないですよね。延べ単なんで1通ついてないです。ピンフもつかない。延べ単、うん、ピンフもつかないと思いますね、はい、なんで久取り1打つと倍満か8000あるか。あ、万、お、これ66でいけないか。ドラドラだ。だって見てください、この馬強のリャンウッパーマンの良さ、はい、なんかちょっと良さげな、良さげじゃないですか。本当リーチもあったのか、うん、じゃあリャンウッパーマンでね。そしたら8000オール。そうですね、うん、パーピン来ました。秋イーシャンテンとなっています。白は松岡と藤井のもとに引きたいな、ね、6、9万ね、引こう。でも9万がもうない。ロワー、あー、ないわ。しかも秋さんにこれ勝負されるんじゃない。ほんとだ、リャンピンがねありますね。2枚、2枚ありますね。これきちい。どうする。待って、3万は引けんじゃない。でもさ、こうなったら3万引くじゃないですか。やっぱりもう引きます。さすがに、さすがにちょっとあのいくらなんでも、うん、バカじゃないんでつもりじゃないですか、はい、これは3万残り1枚です。あ、3万ないわ。これしびれる、ね、3万もないもんね。え、リャンピン2枚、リャンピン2枚、5万ない、9万もないと。うお、あ、どうだ、追い耐えられるか。うっしゃ、せめて耐えたいけど、ね、でもアキさん、うお、あ、怖え。スーピンも怖いけど全然実は関係ない、うん、どうだ、青い、あ、危ない、吐いて、秋が吐いて、うわ終わったみたいな、うん、終わってなかったみたいな。流局です。二人全敗。秋さん今終わったと思ったんじゃない。ちょっとしびれるでしょあれは。4の後6だからな、はい、もう2人転敗で流局と一局一本馬強託二本となりました。まあまあまあ、わかんないですけどね、本人としてはミスったと思ってるかどうかわかんないけど、はい、どうでしょうか。なんか準備というかの問題ですよね、はい、なんかその、うんうん、思考が柔らかいと今みたいなのも、はい、もう上がんないどことか、ちゃんと周りとのね速度を見ながらってことですよね、うん、それも。そうですね、だからもちろんあの手でも積もった方がいい時も多分あるじゃないですか。はい、さあどうなるか。急走がドラです。周りは助かりましたかね、うん、6000オルか8000オルと、うん、自動的にね、はい、もうリャンパーマンにしかなってなかったんで、はい、松岡一メンツ完成です。藤井も一メンツ完成。なんかドイツ青いも総勢一メンツ、総勢の一通が見えます。秋も一メンツでチューンがドイツ、さっと抜けてたっぽいくなかったですか。なんか、うん、初手が初だったじゃないですか、はい、だったからなんかいつもだったら葵さん本日見るのになと思ってたん で、ね、いや多分なんかあの一通の方に頭がいってたんだと思うんですよね、はい、そういう時ありますね、うん、あるあると思う、うん、本当に持ち逸っていうのは頭から抜けてて多分そうだと思います、うん、これで上がるのもったいないな、どうしようかなみたいな。もちろんもちろん、うん、急走ドラドラとなりました。純ちゃん3色ドラドラ、純ちゃんか。でも3色もあるから、はい、難しいんですけど。いやでも何切るんですか。あ、ごめんなさい、ごめんなさい純ちゃんドラドラか、うん、おー、いいピン切りとしました。へえ、これは僕は数ピン切りますけど。おー、あ、ウーピン2枚切れですね。そうですね、まあ、それもあるし、うん、
これウーマンもあるなってちょっと思ってますけど、パーマンが1枚切れなんで、はい、パーマン切りますかね。パーマン切りとします。そうですね、数ピン残しておくとこれもあるんですよね。この9万つもでもチーソー切りとかでまた対応できたりするんで、はい、ただまあとにかくあのドラドラなんで効率重視、はい、っていう、まあ、松岡さんらしい一打でありましたね。イーツイシャンテン親番が多いです。来ました、テンパイアキスチーマン。ここは役割ですがリーチを打っていきました。マンズ待ちは自信ありってことですかね。うん、確かにマンズがばらけて切られてますね、それぞれから。葵もどうするか、ウーピンに紛れ GP を勝負していく。葵のチーマンはどうなるか。秋の町はスッチーマン。うわ、吸収した。どうします、いそうか、急走いそう。いや、一通にこだわるんだったらローマン強打するっていう手もありますよね。ただ現物とか考えるんだったら数走打つっていう手もあります、はい、あ、でもローマン強打です。でもこうなるとチーマンが出る可能性も出てきましたね。そうですね、3ピン数ピンが来てくれればいいですけどね。とかね、確かに、うん、あの6球層重なったりすると、6球層1数層か、はい、重なったりすると出ちゃいますね。あ、出ないか。あーでもこれだとどうだろう、スーソギリリーチもあるし、おー、スーソギリリーチだ。いった、ここは6球層でリーチです。リーチドラ、ハキがピンチか。うわー、さすが今つま上がりとなりました。リーチつも順500戦、すみません、10002000のつま上がり。ほんとこういうなんか普段アキさんがかわして2するような手をリーチ打った時はもうその精度は本当高いですよね。大体、はい、決めてきますね。うん、だってチーマンもね、ボコロゴロ山にありましたかね。ボロゴロザクザクよ、もうザクザクいた。さあ、これでトーン2局アキの野番です。ドラがトーン、うわ、ドラドラトーン、ああ本当だ、うわ、ちょっと待って、入りすぎてない？え？だけど、うんうんうん、ちょっとこの択だと、はい、なんか仕掛けて曲がれそう感があって、うんうんうん、っていうのも松岡さんがいるっていうのがまず1個ポイントなんですよね、うんはい、自敗軽いじゃないですか、はい、軽い、うん、あのそれが全然悪いとかじゃなくて、うん、自敗軽いんで仕掛けていくっていう手も有力ですよね、うん、1枚目から。どうしよう、白鳥さんならじゃない、いきます、1枚目から。余裕のポンだね。うーん、やっぱそれも相手によって変えるってことですよね。変えますけど、うん、変えますね、うん、基本姿勢としてはポンしたいですね、はい、秋さん大チャンスになった、本当にこれは白流派トンが統一、トンがドラです、うん、まあというか自敗が軽い以前に松岡さん手がいいんで自敗出そうですけどね。うん、秋さん鎮逸みたい、うん、想像が来た。こちらですね、松岡整っています。白とトーンは藤井のもとに、飛車あたりを行くんでしょうか、飛車を切っていく、まあ、このくらいの手だとやっぱちょっと組むんで、はい、手配の伸び次第では泣けそうですね、うん、うわー、面前なんてのもあるか。白が1枚山、龍が2枚山、トーンも1枚山です。白が出た、さすがに泣いた。ウーソーから行くか、シャーから行くか、シャーからか、ウーソーから行きました。イスチソー固定します。これは川に気を使ったということですか。いや、これがめちゃめちゃ本一に見えるんだったら、うん、先にウーソー余らしちゃうと、はい、もうツーパイ出てこない可能性があるんで、はい、シャーから打ちたいんですけど、はい、まだ本一だって断定できる川じゃないんで、うん、ウーソーから先に打ってても、うん、あんまり自敗の出は変わんないんじゃないかなと思ってたと思います。その自敗泣きたいんで、やっぱり、はい、泣きたいです。本一に見える時はシャーから打ってたと思うんですけど、はい、今回は自敗ポンできた時により実装が強くなるように最終手出しがシャーという感じだと思いますね、はい、あとまあ安全度も兼ねて、はい、
目頭のポンを入れられています藤井。ああやっぱ相当プレッシャーなんだ。9万は2枚切れ、10万パンマンを払っていく藤井です。でもね十分自力でどうにかなりそう、なりました。これでもハネマンテンパイ、トンと流派のシャンポン待ち、流派が2枚、トンが1枚、トンバイマン、ダブトンハック本一ドラさん、バイマンだ、バイマンだ、流派はハネマン、まだ残ってますよ3枚山。恐ろしいよ恐ろしいよ恐ろしいや。ドラオ来るか、ドラオ、ドラオ来たらバイマンですよね。はい、あるよ、まだある、ある、ドラオ、あっフッピン、4000か、これだってドラオ来たらもう一気にプラス息でしょ。はい、8000オルでしょ。うわこれ何は打てるんだ、あ、うん、フリテンカンパッソ、松岡が何打ち出しています。松岡さん何打ってるんですね、はい、ションパイですよね。そうですね、結構なところから何打ってますよね、はい、打ちました。これやばかったですね、うん、だからまあ参加率高いから、はい、こういうところで大怪我する可能性ももちろんあるっていうジャンプなんですけど、いやいけないか、間違えするか、いやどうだろう、スーソーパーマン、パーマン打つかな、パーマン1枚入れ、パーマン打っていきます。ドラをまだあるよ、トン1枚、リュウハが2枚、てかすごいありますね、3枚もあるんだ、インパチの上がり牌も、はいはい、ザクザクと、うーん、どうなるか、親番の秋が勝負手が入っている、すでに天敗、トンと流派のシャンポン待ち、本一厄愛ドラドラトンだとバイマンです。葵はどうする、ここはイマン、ククじゃああと何回、じあと2回、2回か、めっちゃ濃いわ、まだある、濃度がすごいわ濃くなってきた、トンと流派のなんか上がりそうな感じ、うん、します、わかんないけどはい、あーまだあと1回、わかんないよやっぱ、あ、あと2回あるわ、え、違う、あと1回、あと1回か、ダメだ、あと1回、秋さんって引きそうだよね、うん、本当ですか、いや分からんどうかな、だって秋さんだよ、え、違う、ごめん、ね、なんで 今の一番いいところ、あ、一個ずれね、一個ずれか、あるね、あるね、っていうか流派どこよワンパイ君が消えたよ、流派が、いやートーンは一個ずれ、うわーマジかよ、何その積まれ方、結局です、秋の一人天敗、すごいて、引かない、やっべえと思ってるでしょうね松岡さんも、何切ってる場合じゃなかったわみたいな、とに曲一本場となりました、秋の連ちゃん、先ほど上がりはなりませんでしたが48,000点、ドラがリアそうです、秋の手配、メンツありません、両面ターツが2組、うん、ドラ受けはあります、松岡メンツなし、藤井、お、いいですね、三面ちゃん系があります、お岩流派がドイツ、三色が見える秋、松岡も一歩前進、さあここでね A リーグ今行っていますが B リーグ、はい、C リーグの情報も少しお伝えしたいと思います。
B リーグ現在トップにいるのが西山亜美プロ、そして2位にいるのが明石美奈子プロ、うん、そして3位が黒沢咲プロ、4位が北野由美プロです。入れ替え戦の1位が高宮真理プロ、そして西島ゆかりプロと、はい、B リーグは BC リーグは3節を終えています、はい、そして C リーグの1位入れ替え戦の1位にいるのが枠津明プロ来てますね、以上でしたあれですよね、 C リーグも1位になると、1位になると入れ替え戦に出れます。残すは4節5節ということで、4節は来週の土曜日ですね。また速報などはホームページ、ツイッターなどをご覧ください。はい、はい、ありがとうございました。お、葵はここはちゃんた3色などに出会いを決めています。秋はリャンカン受けができてウピン切り、ここはキュマの方、イーマンは藤井の現物でした。青い観覧ピンを引き入れる、イーシャンテンの秋ドラを持ってくる、ペイは1枚入れ、ここは急走です、パスソも1枚入れ、シャーチャの藤井、葵さん、イーマンが3枚切れになっちゃったんでちょっと厳しいですね、はい、確かに3枚切れとなってしまいました。欲しいのはイーマン、そうですね、西山さんとアミさんは上がれば初の A リーグと、え、西山さんと誰ですか、あ、ごめんなさい、西山アミさんと、西山さんとアミさんってあと明石さん、明石になっこさん、ユアがあんこに、これで動ける形になりましたからね、うん、どちらももうなんか西山さんも明石さんも、うん、はい、あの結構競技歴は長い方で、はいはい、すごく2人とも僕は丁寧なジャンプの2人だなと思ってるんですけど、上がってきたら面白いですね、はい、またそちらもね、新しい選手が出てきたら楽しみが増えますね、うん、チートイツのイーション店、泣きを入れたのは藤井です。天杯換算層、まあまあ高いですね、3900ですね、はい、タンヤオ3色ドライ1、急走入ってたけど急走よりも欲しいのはローソーなんで、うん、こっちの方がね、はい、酸素が残り1枚となっています。でもドラシャンポンとかに変わったりとかね、強いあるかもしれないですね、はい、ドラは残り1枚、うわーっと来たか、来たよ、これはでも山荘がどこに来た、はい、積もりました、藤井の上がり12000、ダイヤを3色ドライチです、1本場で1100、2100、ちなみに小笠原さんは、はい、あの何ポイントぐらい持ってるんですか、 C リーグですでしてね、はい、でして12位で、はい、お12位、はい、ポイントは 16.5 ポイントでございます、はい、なるほど、じゃあ全然まだ可能性あるとですね、 16.5 ってことは、でもトップのもう5、6位の方がポイントが100ポイントほど持ってるんで、そんな持ってるの、はい、まあまあでも全然ありますね、でも、はい、上を見て、はい、下がないんで上を見て残り2回戦ね、はい、その3局となりました松岡の親番です。ドラが白、一メンツ、はい、ユハが統一、ワンコになってます、うん、やっぱ今日ちょっと調子いいっぽいですよね、うんうん、いい、うん、メンターツができた、スーソーいきますか、いっちゃいますか、三統一、1アンコ、まあ3万 E マン E ピンとかポンしていきそうですよね、はい、トイトイもあるんで、うんうんうん、
そう、満足そうな顔してないですか。え、満足そうな顔してるような気がするんですけど、してないか。可愛いな、表情が豊かです。抜かれてる。満足です。そっか、E ピン本一がなくなっちゃうから分かんないんですかね。はい、3万E マン、うわー、最強夏も来たわ。なんだろう、 6？ 両ピンじゃない？ダメか、両ピン。いやいや、まあ6もダメじゃないと思いますけど。手配全部で打てるんで、リャンピンミスれねえな、わかる。ミスれない。これはでもやっぱいろいろ発見ありますね。いい、これもめっちゃいいっすわ。ポンでしょ、これでポン、うん、これでね、いいピンポンした時の形はいい形、いい形ですもんね。しかも、うん、あのチートイツは見ないでメンツだけ見て、うん、7700以上絶対上がりたいんだったら、うん、3万切りがやっぱ一番いいっていう気がしますね。やっぱこういう手のまとめ方うまいですね。上手です。確かに両ピン切って、うん、切ったとして本一になるかって言われると本一になるパターン、うん、まあもちろんあるんですけど、はい、これもこれでいいですよね。ピンズ112で1メンツ、うん、で113、はい、マンズの113で1メンツ、56で1メンツ、うん、うん、確かにめちゃくちゃシビアな選択ですけど、はい、全部なくなりますけどね、うん、数暗号とかもなくなるし、はい、ドラドラですからね、うん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 、ドラが一番焼きです。思いつくのはやっぱ優秀だと思います、ね、うん、藤井さんかわしてきましたか。6球満だったらかわしには、はい、鉄板です。ゾーンが手の内で暗号、やっぱ松岡さん仕掛けること多いんで、うん、この手がどんくらいかっていうのは分かりづらい、なんか分かりづらいと思いますけど、どうなんでしょうね、他の選手は。ロッキーマンのテンパイ藤井、スッチーマン来たらね、リャンマンが2枚切れなんで、はい、2枚切れじゃなければカンリャンマンに受けるのもあると思うんですけど、はい、やっぱイーマン狙いでシャンポンに受けてしまいそうですよね。だから先に113のところ処理したいなと思うと思うんですけど、はい、まあこの仕掛けをした時の誤算は上茶がアキさんっていうところですよね。間違いない、完璧に絞られてますからね。もう仕掛けられた瞬間から、はい、もう全部合わせ打たれて何も泣けなくなった時がもう、はい、厳しい。そっか、どうだ、負けない、いいですね、うん、これはいい曲になりそうですね。はい、松岡がイーションテン、藤井がテンパイです。顔顔お猿さん抜かれてる、何その顔。絞らないでみたいな顔してるけど、かわいい。今も出てこないの辛いっすよね、うん、ちょっとあきさん、ね、今もちもち何にも出してもらえない、はい、でも本当ただこう藤井さんの6球満を2人で持ってくるゲームになってますもんね。この瞬間は9満が2山、まあこの9層手出しは、あー投げちゃった、これは投げました、3万が早かったのもありますけど、はい、スチーマのテンパイ、ちょっと今藤井さんの警戒度も上がったんですよね。あー掴んだ、これまずいかも、よく考えた方がいいですね、はい、どんな形があるか考えた方がいい、あー打っちゃった、松岡の上がりとなりました。厄配ドラドラ7700の手上がりです。藤井の補充、苦しい表情、うん、9万が早くてスッチーマン3万9万、あの、うん、上の仕掛けに対して藤井さんがまあまあ攻めてたんで、はい、どっちがドラかなって思ってたと思うんですけど、まあ役配がいっぱい切れてなかったんで、まあ
ドラノハクと初とトーン切れてなかったんで、はい、誰がどこにあるのかな、藤井さん食いたなのかなと思ってたと思うんですよ。ただ藤井さんが今急走統一、あ、ごめんなさい、急走手出ししたんですよね、はい、なんで役配があんこが濃厚になっちゃって、うん、その役配がハクだった場合が致命傷だったんで、アキさんももう絞るというよりは補充はもう絶対できないってなったんですね今、うん、そういうことか、うん、手出ししたことでね、うん、いやまあ手出ししたのも、うん、まあ、その松岡さんに急走現物だったんで、うん、そうなりますね、まあしょうがねえかって感じなんですけど、うん、まあそういう理由ですよね。うん、まあもちろん自分の手の都合ももちろんある、はい、あ、秋さんの自分の手の都合もあったと思うんですけど、まあ、秋さんの思考の中はそんな感じだったと思いますね。とても分かりやすく素晴らしい解説です。まあ、そうなんですよね、それがさあ、なんかリューハードイツピンズの方いつか多い、うーん、7700大きいですね、大きいね。でもなんか松岡さんのその今日の展開の良さを表すような曲でしたね。はい、大金ピー切れた、多い、リャンマンが縦に、どうだ、これでピンズと自敗だけになりました。松岡は親番中連チャンをしています。現在4回戦のトン3曲。松岡が 65.8 ポイントプラスをしている、うおいい瞬点ですが、ウーワン切りとしました。マジか、すごいな、これもペンチーピン、もうピンズが圧倒的に悪くて、うん、自分の目からウーマン4枚目でサブローマンの2度受けを拒否してハイ効率の方行きましたね、はい、もうこれめっちゃ怖いと思いますけどね、はい、やってる人は単品系の捨て合いしてるのにこの世で一番良さそうなサブローマンのターツが落ちてて切ってきた、そっか、めちゃめちゃ嫌ですね、捨て合いとしては、みたいな、でこの形と何みたいな9マードラ、まずはチーマンから。そうですね、なんか研究、松岡さんの麻雀を見てれば見てるほど、うん、なんかサブローマンターズが残ってそうに感じますけど、うん、結構効率重視で打って、はい、こちらの手です。先ほどウーマンスーマンと払っていきました。789ですもんね、泣きを入れた藤井です。テンパイローピンとチーピンの並びシャンポン、うんと一言、白鳥プロ、いや、まあ、微妙ですか、ピンズがめっちゃ高い上に、うん、このシャンポンでかわしきれる自信があるのかっていうところと、まあ、勝負手になる可能性十分あるじゃないですか、はい、まあ、ピンズ高いとは言っても例えば満足が重なった後にウッパーピン引いての単品インペイコーだったら打点的に折り合いがつくんで、うん、それだったら勝負になると思うんですけど、はい、このね、しかも3万数万使っちゃうと松岡さんに安全な牌が消えてしまうんですよね、はい、じゃあローピンチーピンのポンとかだったら、ポンとかだったら、うん、あのいいと思います。あの、まあ、理由としてはね、ウーマンが3枚見えててリアンマン2枚見えて、はい、5枚目のリアンマンだったんで、うん、まあ、泣いたっていうことだと思うんですけど、はい、まあそれでも手配の安定感はなくなっちゃいますよね、うん、来られたら不安ですね、めっちゃ不安ですね、はい、だってウーマンスーマンってもういかにも今にも来そうというか今テンパっててもおかしくないような状況で、はい、まあそこで泣き惚れた葵です。
天敗カンパーピンの天敗です、うん、もうこうなった時も、まあ、ピンズが打てない、打てないで松岡さんからリーチ来たとすると、うん、打てないしですよね。ない、なんもない。なんもないんで、要は数万三万っていうのがすごいその守備的にも使える範囲だったんですよね。はい。だったんで泣かない方が良かったかなと思いますけど、まあ良かったというか泣かない方が普通だったかなと思うだけで。これリーチ来ますよ松岡。来ました。いいピンと数ピン余ってるけどね。でも9ピンを切ってのリーチ強気にきますよね。パーピンパーソほんとすごいわ。めっちゃ強気、しかもパーピン当たりですもんね、うん、ここがいいとこです。これ初ションパイで安全パイなんもなしなんで、きついわ。もうめっちゃきついのよ。行くしかないんですよね、うん、もうあの行くしかないから行ってるだけっていう。はい。で葵がローピンチーピンに手代わりしています。はい。ローピンチーピン、はい、同じです、ね、形は違えどローピンチーピン、うん、ローピンが残り2枚、チーピンはありません。まあまあやっちまったと思ってるでしょうけど、はい。パーピンあるんですね。パーピン2枚残っています。え残ってますよ。あ、ここに来た、イシャンテン。うわ、じゃああれだ、まあ無理だけど泣かなかったら上がってたな葵さんが。あ、カンパーピンママで、まあ、泣きますけどね。あ、そっか、秋さんのとこに現物切ってね、打点曲がるんで、うん、うわドラなんだ。どうかな、でも9万ドラ、あまだ1枚切れ、はい、厳しいですね。いやこれはでも松岡が偉いんじゃないですか。これドラあるように見えますよね、ちょっと。だって9ピン切ってリーチ打ってきてんですよ、はい、ピンズ切ってきてますからね。で藤井さんが食いたんで、うわこれ藤井さんの上がりだ。あ、そうだ、チーピンを切ったら藤井の上がり、ダイヤを1000点、まあ、助かったと思ってるでしょうね。うー、1300です。この曲もいろいろありました。なんか損したのは松岡で、うん、得したのは藤井さん、はい、なんですけど、曲のあれだけ見れば、はい、でもなんか局面を制圧してたのは松岡さんの気がしますね。ドラはね持ってないとそんなに来れないでしょって、うん、はい、思いそうですもんね、うん、あそこがドラドラかなみたいな感じに見えちゃいますよね。そうですね、うん、特にあの秋さんが若干引き気味に打ってて、はい、藤井さん食いたんなんで、はい、じゃあドラどこってなったらね、うん、そこなんじゃないかって消去法でなっちゃいますけど、しかも9ピンですもんね、はい、打ってすごいですね松岡さんの押しっぷりがすごい、うん、今日特になんかすごい押しますね。ドイツが3組、さあダブトンが、ドイツは藤井です。本一までありそうですか。行きますか、ソーズの本一。行きたいですね。はい。本体なら。トンから行った。泣きを入れました。トンのポン。トンを切ったのは松岡。うん。初チューンとある中でトンから。まあ、こうなった時が松岡さんが。なんていうかな、うん、課題というか、うん、ここからどうしていくか、まあはい、トーン打つのはいいんですけど、いいとして、はい、いいとして話を進めてこの後ですか。そうですね、どういう風に対応していくのかっていうのと、うん、まあ、やっぱノーテンバップ以上の上がりを出されるのは痛いんですよ、はい、例えばチュンとかを打って、うん、子供に泣かれて、うん、2000、4000引かれましたと、うん、したら自分の点数よりの2000点じゃないですか、はい、なんでまあ、ノーテンバップとあんま変わんないなと思えるんですけど、うん、やっぱ親の4000より6000より引かれると4000点6000点減っちゃうのは厳しいですね、なと思っちゃうんで、うん、なんか松岡想像を止めて欲を言えば、はい、ダブトン泣かれそうな時、親に泣かれそうな時は切らないけど、はい、みたいな、うん、泣かれない時は切っていく、うん、だもうちょっと見定めてもよかったのかなと思いますね、はい、藤井さんがちょっと怪しいじゃないですか。9万3万いいピンで、はい、まあ、そこからの試合によっては変則点なのかなって思うと思うんですよ、うん、で結構これね簡単にテンパらせてもらって、はい、
本一役役です、うん、すぐよ、ね、自分はもう無抵抗のまま降りなきゃいけなくて、うん、相手に4000オールずっと積もられる機会だけ与え続けて、はい、まあ、それが得なのかっていうと周りもね、なかなか行きづらいですもんね、うん、どんな彼でも本一模様でドラドラ、なんかいん、あ、別に切るのはいいんですけど、はい、あの一人の人だけが得して、うん、周り3人が損する展開になんかなりがちかなというところですかね、うん、だ精度の問題で、はい、あの見定めてやるのは全然構わないと思うんですけど、はい、ね、ダブトン切らないの一点張りもね、もういいとは言えないですね、うん、僕はあんま良くないと思ってるんで、うん、絶対一番最後っていうのは良くないと思ってるんで、うん、難しいんですよ本当に、はい、なんか言ってるけど、はい、難しいです難しい。さあ葵はここは不満、もうすでに親の藤井が一寸そのテンパイを入れています。泣いているのはダブトンのポン、こちらの形、うん、まあこれだけじゃなくてね、変化もありますもんね、想像花火で三面ちゃんとかもあるし、はい、現状は一寸草は残り山に3枚残っています。3枚3枚残ってます、恐ろしいですねもう追いつけるか葵シャンテン、なんか使い分けてるんだったら特にいいと思うんですけど、うん、自敗の切り順とかですか、あの切り順というか、はい、ルール、あのリーグ戦だから今こういう風にしてますとかだったら、はい、あの僕はいいと思うんですけど、はい、なんだろう、他の試合で最強戦とかで、うん、まあ、一発勝負とかあるじゃないですか、はい、の時にこれやっちゃうと、うん、この曲がもう範囲になってその人が優勝にぐっと近づくようなハンチャンになっちゃうんで、はい、損だなと思うんですよね、うん、確かにこれに向かっていってもきついですし、自分の手も、うん、そう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 、だからもう泣かれた瞬間にそうなんですよね、うん、いいシャンテンとなっている松岡、藤井が天敗、葵もいいシャンテン、秋がドラさん、もうアリムに回ってね、天敗ガンチーピン、難しいですね、打つか、行きました、打った、もちろんリスクは承知で、はい、GP は山1枚です、1枚あるんだ、はい、残っています。一層は一層も、あ、1枚減ったんで2対 1? 2対1か、うん、うおー、どうなる、怖いね、怖いね、決着つかずなのか、葵テンパイ入らず、現物がない、秋さんの伝え強いですもんね、なんかその、はい、なんだろう、こう安全にいってたんで、うーん、ローピン中筋、まだ決着はついていません、2対1、うわ、宝珠だ、チーピンだ、秋の上がりとなりました、リーチドラさん8000点、藤井、あ、満願のテンパレットが出ましたが、ここは宝珠、秋やりました、まあ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 、秋さんがね、あの、はい、ダブトンポンの仕掛けに対してリーチですからね、はい、まあ、これは覚悟の上でしょうね、うん、な、一曲です、葵の野蛮ドラローマン、葵の手牌です、流派がトイツ、ヤンメンターツが3組です、トメンツ完成、秋、松岡、そして藤井、トメンツ完成、こうマイナス返してこのままだと終われそうですね、秋さんは。お
とですね 16.7 10ポイントぐらいか、うん、したら、うん、なんだかんだやっぱね戻してくる まとめて、はい、あとはちょっと葵さんが苦しいか、うん、22のマイナスを背負っています。まあでもそうか、あれか、一応チン詰まったのか、あったわ、うん、あったな、そっか、あれとも一曲ですね、あれもちょっと分かれ目でしたよね、うん、サードラを持ってきました松岡です。やめんとアーツができていいシャンテンとなった藤井、ここはローピン切り、ペイを手の内に残します。順も縦に重なりました。親番青日も見たいっすよね。酸素元素か窒素パス外したいですけど、はい、どっちもイーソー1枚切れ、急ソー1枚切れ、うん、おお、ここは両面固定です。本一は見ずにってことですね、うん、秋がドラドラとなりました。最高じゃないですか。何切り目いっぱいです。おじい両面両面のいいシャンテン、スーソー持ってきた青い。チッパーピン外しますか、こうなったらもう6球ピンが3枚見え、うん、チッパーピンを払っていく。どうしますこれ、もう3万だ、うん、難しいですね、うん、流派のポン、テンパイの6球層です。2枚目の流派、あ、これ急走補充かぽい、タンヤオだ、うん、おー、まあまあまあこっちから行きますけど、はい、面前で入る、はい、まあ、ドラが出てかないようにしてっていうのはありますけど、そっち層が入ればポンテンをかけちゃいそうですよね、まあ、ドラはポンテンかけるでしょうし、まあそっち層だ、入った、完成ピンは出ない、リーチでーす、攻め立てる、かっちょいいリーチ、ドラドラ2枚山ですけど、はい、まあ、復旧さんの方がさすがに強いですね、うん、いやでも強いとはいえ4、5、あ、3枚ですよ、3枚山でも急走現物なんですね、秋さんのね、あ、そっかそっか、関数ピン、関数ピン対6球走、葵が6球走です。ピンがここに来た、イーシャンテンの松岡、残り、ここは3万現物ですね、はい、1対3、さすがにきついか、うん、リーチドラドラ対、まあ、葵さんもここは上がりたいでしょうね、うん、早い決着となるんでしょうか。数層感じすぎれてテンパイ、あ、ごめんなさい、イーシャンテン、はい、数万切って粘るって言って、あ、でもウーマンが握れか、うん、小さな筋、うん、ヤンピンから切りとします。またもやいいシャンテン、まだ6球層が顔見せません。あー、カンウーマン積もってた、ほんとだ、恐ろしいですねすごい積も力が、うん、なんか数万普通にいきそうでしたけど、2万3枚見え、3万3枚見えでね、3万ちょっと早いっていうか、あれれ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 、どっちかの上がりになりますかね、うん、うわ感ありますよね、うん、スーピンが4枚松岡のもとに、これで秋の上がりが山にはなくなりました。なんで感しないんだ、うん、なんかどうせ打てない範囲なんでね、はい、感してリンシャンから1杯引いて、はい、それで相談するのもいいかと思うんですけど、うん、
急走秋の現物打ち出すと葵の上がりとなります。さすがに勘ですね。おわお、これはどう、急走でした。あーマジか、葵の上がりとなります。1500。あ、ごめんなさい、失礼しました。ちゃんと元いて2900です。いや、これは微妙ですね、うん、やっぱり、うん、うん、どうでしたかね。いやー、そうですね、葵さんまあ現物待ち濃厚だし、はい、現物待ち濃厚というか、まあもう天杯濃厚で、うん、通ってないところも限られてたと思うんで、うん、まあ、今手出しありましたけど、はい、まあ、からぎりだろうなと思う、はい、と思うんで普通は、うん、したらねウーマンとかは通るんで、うん、そっち打った方が良かったですね、降りるんだったら。はい、葵は連チャンとなりました。南極一本馬、先ほどちゃんと役配が上がって2900、はい、上がりまして連チャンです。怖え、アキさんトンからいったやっぱこういうのはね、うん、人によって違うから面白いですよね。うん、あの松岡さんが打ったトンと、はい、秋さんが打ったトンだと違うじゃないですか、はい、そのイメージがね。今現在は難入ですけど。あ、間違えました。すみません。アホ。アホだね。これはアホでしたね。失礼しました。でもね、こう打つ人によってやっぱ見方は変わるとね。みんなでこう助け合ってやっていきましょうね。はい、生きていきましょうね。ありがとうございます。はい、いつも助けていただいてありがとうございます。さあ。いいじゃないですか、うん、いい手でしたね。3面通確定しています。でもなんかそういうのが違うんで、うん、面白い部分ですよね、はい、なんかそれ人によってまた変えなきゃいけないっていうのもそのマージャンの面白いとこだと思うし、うんうんうん、なんだろう、だからそれを利用するっていうのもあるってことですよね。あります、あります。アキさんとかゆりかさんとかが普段しないようなことをやって、そうですね、それを利用しやすいのは、うん、秋さんとか葵さんとかのホームなんですけど、うん、通常時にやられてどっちが嫌かって言われたら、うん、松岡さんの方が嫌ですね。うん、読めないんで、はい、それによっての指標が測れない、はい、な測れないので、うん、秋さんご褒美来たか、これ来た来たよ、天杯闇天、これは闇天だよウッパーマンの天杯です。単ヤオピンフ、この単品は闇天だよ。秋さんはそうなんだ、マンズが高くて、はい、パーマンが表示牌なんで、はい、まあそんなに良くないとマンズとしては、うん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 、だからトーン一曲に、うん、リーチチュンの2600よりも、はい、こっちの方が打点的な魅力はあるんですけど、はい、秋さんの中ではもう全然街の良さが違うっていうことですね。こちらのウッパーマンはやめて、我慢できずに曲がってるわ、はい、横にリーチ打ってますわ、横に、うん、肺がねこれちょっと気になりますね、チーマン引いたらリーチになるんですかね、イーペコついて、うん、タンヤオピンフイーペコ、あと打点の折り合いはつく、はい、つってなるんですかね、どうなんでしょう。あ、来たー、ここでリーチとなりました。ズモギリリーチでウッパーマン、この何順かで情報が得られたということでしょうか。リャンマンが1個の指標になってて、はいはい、3万匹の3面ちゃんが亡くなったんですよね。あ、本当だ、それも1個多分あると思います、うんうんうん、あと他に何か情報が出たかですけどね、はい、親がどのくらいかなとか、はい、9万が例えば使いづらくてまだ場に出てないから、うん、もうちょっと9万が出せなくしとこうかなとか、はい、そういうのはいろいろあると思いますね。さあ秋のリーチ、ウッパーマ待ち、泣きを入れました。青い親番、ここは攻め込むか、いいシャンテン、秋さんのそうですよね、うん、うん、いやなんかつもぎりリーチってやっぱ何かしら理由があるじゃないですか、はい、だから秋さんのつもぎりリーチはこういうのもあるんだなっていうのがまた分かんないですけど、僕も
アキさんと対局することがこれからあるかもしれないんで、はい、ちょっと多くなりそうですね。だって単品を普通のね、うん、普通のねって、うん、普通の普通のね、うん、そのいわゆるこう効率で打つ人だったら、はい、単品を闇天にしてておもむろにつもぎリーチってなかなかないわけですよ。これは宝珠だわ、はい、かわいそうだわ。カンリアンスリーあリアンスフリテンだ、はい、ドラさん。でも自分がドラさんで相手つもぎリーチだからってなりそうだけど。いやいそうか。葵もテンポ入れていますよ。サブローマン言いそうっていうのも面白いか。言いそうは通ってない松岡もいいシャンテンですが、ローピン入り。あーチーマンパーマンで追いかけリーチクイズみたいに言いますねクイズ番組みたいないやでもチーマンパーマン薄いな。ないな。ないんだ。ない馬ない。あ、ちょ1枚か。馬ですか。チッパーマンがもうゼロなんですか。チッパーマンゼロです。うわー、じゃあアキさんウーマンだけじゃない。サブローマンも残ってますね。まあ、サブローマンがなんか強そうですよね、はい、雰囲気。さあみんなマンズ二間リーチで青い数を切っていく。どうなるんでしょうか。馬は残り1枚となっています。3万は2枚。馬1枚。馬1枚です。わー、6万捕まった。葵の上がりとなりました。単野を1500は1800。藤井ドラさんの手仕上げたかったですけど苦しい。まあまあまあ、南極に本まに青いの連チャンとなります。31,700点。ドラが30,000。葵のハイパイいかがでしょうか。ドラが1枚。2メンツ完成。いいですね、うん、秋はちょっと苦しい。松岡1メンツ完成。ドラ1枚。星はいいペーコが見える形、うん、この手配もね打点見えるんで、はい、悪くないですね、はい。うん、アンリアス引き入れる藤井意図してるのかしてないのか分かんないですけど、松岡さんも今のは何から自配がいいですね、うん、いやあの「ナン・シャー・チュン」ってあって、はい、普通は「ナン・チュン・シャー」って重い順番で打つか、はい、もしくは自分の風からもう低い、うんうんうん、優先度が低い「シャー・チュン・ナン」って打つかのどっちかだと思うんですけど、はい、ばらけさしてわざと打ってるんだったらやるなと思ったんです、ね、はい、それが何が変わるんですか。あの相手にとってはすごい分かりづらいじゃないですか。だからもう自敗はランダムで打ってるみたいなもんなんで、はいはいはい、じゃあトン持ってないんだとか、うん、あのトンバの時にダブナン持ってないんだとか、うん、分かんないですね。ダブナンシャーって打たれたら普通他の役会はもう孤立で持ってないと、うん、持ってなさそう結構思う、うん、と思うんですよ、はい、だからナンシャーチュンで打つことでね、またまたあそういうのやってくるんだって相手に思わせられるかもしれないし、もう細かいですけど、はい、結構重要なとこだと思います、はい、ドラにくっつく今です。なんか、ね、イシャンテンが広くなる。わざとやってるんじゃないですかね最近は、うんうん、その僕もわざと入れるようにしてるんですけど最近。お金も引き入れた。パーマンか。はい、パーマンです。
ちゃんた3色ドラ1。まさこさん、これはウーマンになりそうですか。ドラ使いたいですもんね。受け入れ狭くなりますけど。わあ、3万、上がりだ。ストレート、もう上がりのみ。うん、じゃあポンだ。そうですね、ポンチーだ、うん、そうだと思います、うん、ポンチー、まあ、う、うん、そうですね、うん、これでウッパーマンチーその天敗です。面白いな。ダンヤオ、イーシャンテンの親番青い、松岡の泣きが入っています。来た、いやーイーシャンテン、これはウッパソーに間違え、ウッパソー良さそう。この嘘がどうなるか。リュウハポンを入れたのは藤井。藤井燃え尽く天敗です。リャンウマン、そして松岡、ウッパソー、ウマがもう残っていない。リャンマンも薄い。アキさん自重した感じですかね、うん、リアンソーはって感じで急走を切り出していきました。松岡さんはには通るんですけど、藤井さんに対する気合ですよね、はい、リアンソーは、はい、先に松岡が泣いて、その後追いかけて藤井が出放つ。え、急走切ったんですよ。本当だ、急ピン4枚切れになったからか。あ、なるほど、もう行く価値ないと。キューピング4枚切れじゃなかったら、え、パーソーロンだ。いやー、そうですよね、パーソーね、松岡さんのロン、うん、いや、なんかちょっと冷静に考えると、はい、あの、ありえるんですよね、当然。ありました。すごい。でもタンヤオ300、500の日本馬です。いや、僕こういう細かいとこやっぱ大事だと思うんですよね、うん、1000は1600打つのと500点しか払わなくていいのは、はい、だいぶ違うと思うんで、やっぱすごいな。丁寧ですね、常に、うん、めちゃくちゃ丁寧、うん、ドラ打たれた後に笹子で関数数小されて、はい、小さ手出し入るんですけど、はい、なんか考えづらくて、小さ音のシャンポンからウッパソー、はい、かーって、先輩からの間違え、ドラが先に打たれちゃってる分、うん、うーんってなるんですけど、まあでもチリソー近辺がもちろん危ないのは危ないんですけどね、はい、うん、だからなんか1000点だから、その1000点だろうから打ってもいいやとはならないで、うん、やっぱ光りますね。守備が光る秋の親番何曲です。ドラパーピンとなっています。なんかそのアキさんのって、はい、あ、これ言っとけば上がりだったのにっていう、うん、アキさんだからこそその存在するそういう曲ももちろんあるんですけど、うんうん、もうそれを上回るだけのこの鉄壁の、はい、ディフェンスがあるじゃないですか、はい、もう常に細かい部分でね、そういうのを見せてくれますからね。そうそう、やっぱそれって、うん、あのガンガン攻撃していくタイプの人よりすごく難しい道なのに、はいはい、すげえなって本当思うんですけど。さあ白のポン、第3件もあるから、うん、初が統一、純が1枚、初は1枚切れです。スーピンからの切り出しとしました。これもパーピンがドラだからということですか。そうですね、はい、3ピンは別に全然強くないんで、うん、まあ、2ピン行くか数ピン行くかみたいな感じだったのかなと思います、はい、あ、数ピン2ピンと払っていきます。時間稼ぎにもなりますね、これは。うん、2枚目の初ポンですけど、すごくテンパイが早そうというか、はい、今テンパイ入っててもおかしくない、おかしくないというか、まあ、いいシャンテン以上だろうなと思いそうですけど、真ん中のところからね、カンちゃんと外して、はい、ちょっとサルカワさんっぽいですね、これは。スーピンリアンビーって外して、はい、急外出しだとやっぱ想像の上は持ってる、うん、持ってて、あ、テンパったのかなって、うん、
僕だったら思っちゃいますけど、全然持ってないしもう、もう何にも外れてるみたいなそういうね情報をみんなにね、うん、与えると。さあ青い流派持ってきてチューム持ってきてしまいました。うん、青井さんが今ウーピン行ったのは、まあ、ウッパーピンに当たる分には、はい、6788とかなさそうだかなっていう感じですかね。八がドラです。とか誰もドラ持ってないから結構プレッシャーにはなりそうですね。山4へえ、うん、青井さん初チューンはね持っててね1枚ずつ、はい、1枚切りずつなんですけど打たないでしっかりキープしてるんですけど、はい、まあ、それ打てないって判断したんだったらなんかなんだろう、どれがいいですか。粘らない方がいいかもなと思いましたけど、まあ、何が一番いいんだろう。なんか他にないんですかね。ウーピン来たからなんか僕続き打ちでウーピンとかになっちゃいそうかなと思ったんですけど、いや万が一考えてですよ、はい、まあ、ローソーほとんど通りそうなんですけどね、うんうん、急走手出しも入ってるし、はい、イーシャンテンの藤井です。リャメリャメのイーシャンテン、これ打つのかな。1枚イーシャンテンとなった青い流派とチョンが浮いている。流派だと秋のポンを打たな い、うん、丁寧ですね。はい、連敗です。リャン嘘でリーチ藤井が来たぞ。来ましたよ、メンタンピンドラ。これはめっちゃめっちゃリャン嘘が1枚、あー持ってきた6、あと1枚あと1枚リャン嘘があるだけ。マキさんもね1回泣いて泣いたけど、まあ葵さんの牌も泣けないし、はい、もう無理そうだなって感じでしたね、はい、流局しないかなみたいな。何を切る。ドイツの流派、さあどうでしょうか。藤井残り1枚です。アンパンマン引いたイーシャンテン、残り率も少なくなってまいりました。どうなるんでしょうか。あーテンパイ、嘘取る、取れるよねこれはね。取ったカンパーピンのテンパイです。パーピンはつえ山に2枚。いやこれでも分かんないですね、あの下ろされちゃうかもしれないですから、はい、最後の最後というか途中で、うんうん、パーピンはパーピン山に2枚残ってます。はい、上がりもあるんだ。はい、2対1、アキさんの方が多いです。ドゥー、あ白カンするか切るか、カンして引ければ2ロコール勝負か。いかない、切りました。秋さんっぽい、リアリストですね、うん、さあ現在2人転敗。9万は大丈夫、まだ残っています。3枚、ダメ。なんか人によってタイプ分かれそうですよねこれ。缶ですか。いやあの、まあ、もちろん缶もそうなんですけど、はい、危険牌持ってくんなよって思ってる人と、うん、アリアンス持ってきた、上がり牌持ってこいって思ってる人いや強いわ。粘りました。チーピン短期2人転敗で流局です。
今のドラが残ってそうとか分かんないですもんね。うわ難しいと思いますね。あの2人が降りてて藤井さん来て、ね、はい、藤井さんに固まってることもあるだろうし、はい、今みたいな単品ドラ1だったら1枚しか入ってないこともあると思うんですけど、はい、まあ難しいですよね。で、まあ、やっぱ関しなかったのは、まあ、関して積もったら2600オールなんですけど、はい、まあ、自分の町が全然自信ある町じゃないんで、はい、その関してあの引っ張ってきてしまう相手流れを引っ張ってきてしまうリスクの方が高かったんで、うん、今関しないっていう判断になったんですけど、はい、天敗流局に全然持ち込めそうもない時であれば関してたと思うんですよ。まだもっと山が長くて、はい、勝負しなきゃいけないって、はい、なるんだったら関してる、してると思います。今のって一巡しのげるのがすごい大きいじゃないですか、はい、例えば残り一巡だったら関しないでしのいだ方が得かなって思うと思うんですけど、はい、それが残り三巡だったからしないってなって、はい、残り六巡だったらどうしようかなとか、うん、残り十巡は勘の方がいいかなとかそういう判断になるんですけど、あきさんは今の残り順目だと関しない方がいい、はい、関しないを選択しました、うん、親場の連チャン中ドラが一枚青い両面ダーツができた秋、松岡は両冠受けができました。ローピンが縦に勘違いそう引く青い、これなんか、はい、ちょっと仕上がりそうじゃないですか、うん、メンタンツモ以上みたいな、うん、イーペーコーとかついてるね、はい、来るぞ来るぞ。今のなんかレンちゃんはなんかいいですよね、いい感じな気がしますよね。現状一人行きの秋、今日って結構長いじゃないですか。はい、長いです。全然疲れないわ、やっぱやっぱそれは内容が濃いっていうのもあるんですか ね、 すね、遠足行った後みたいな冴えちゃってる目が全然眠くない、全然眠くない来た来ました、全身です。来ました、藤井もいいシャンテン、くっつきのいいシャンテンとなっています。そのくっつきですか、はい、来るか、リャンマン、これはつもぎり、いいマン振り点、はい、おー初残した甲斐が、あーダメだ、初2枚ぐらいダメだった、はい、これは天敗は踊りません。なんか3品があったんだよね、はい、チュー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 、ほらすごくない、すごくないですか、すごい、メンタンイーペーコーですよすメンタンツもイーペーコーいいじゃんってメンタンツもイーペーコー、うわーちょっと藤井さん3ピン切りが、まあ、結果論なんですけどね、うん、痛かったかもしれない、どうなるかな、うわ難しいか、まあ打点を打ったら3ピン切りですか、はい、3ピンいけな、3ピンですよね、うんうんうん、これは3アンコーとイーペーコーあるんで、はい、三品切りです。本手が来ちゃいましたとね、来ちゃったか、ね、これは九品振り点だから残しづらい、しかもそろそろ秋さん来そう、怖い怖い怖い、三層だけに絞るか、うわーもう、もう迷うよね、うん、これ迷うわ、わあウッグルで行きましたね、残しました、6九品薄いんで、はい、青いもいいシャンテン、秋もこの形は来ちゃったよ、そう、イペコ崩れました、いやでもほらちょっと本当本当じゃん待って、だってダンヤは三アンコでしょ、待って待って待って、スタンもあるでしょこれって、あるわ、三層一枚いますよ、えあるわ、一枚ある、馬はない、いやローマン三山でしょ、うん、うわこれで終わらないんじゃないですか、じゃあ恐ろしいってこと、うん、やべえ来てますよ、現在天敗ダンヤは三アンコ、ここからの数アンコー短期、数アンコーまでいけるか秋、でもまあスチマンの上がりでも嬉しいと思いますけど、はい、まあ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 って感じですね、9600出上がり9600の闇点です、これ親じゃん、いや雰囲気出てるかな、いや、まあ、とにかく、はい、
スチーマーは結構危ないですよね、はい、表示牌含めてもう4枚出てるスチーマーなんで、うんうんうん、あ来た青井さんも勝負でスチーソーリーチ、ここはリーチです。メンタンピンドラこちらも勝負、いやこれも打つもんね、現物関係ないで現物待ち、はい、スチーマーこれスマー打ったらアウトですよ。いや大危ない、いやマジで危ないですよ、マジで危ない、だってないもん。え藤井は今待って両門待って、うわかすってる、うー、スッチーそうでしょ、オーペーこれ次ぐらいやばくない、え松岡さん、あ、嘘取ったな、セーフ大丈夫、一巡ね、セーフセーフセーフ、あー追いつよい、ここは大きな上がり、メンタンピンツもこの数数引いた、うードラ1、2,000、4,000のつも上がりです、2,100、4,100、ここで青いにチャンストライ、いや青いさんもはい粘った、うん、メンタンピンツもトライ1です。さあ秋のね勝負手はかわされて、かわされて、うん、上がりになって、うん、秋の矢番は終わりました。南三局松岡の矢番です。27,200点、ドラガトン、お白と南が統一でした。藤井はなんちゃダブ南が統一です。そしてドラドラ青い、秋はソーズで一メンツ、松岡、うん、染めを見るのか藤井、うん、何のポン、ダブ何のポンから、はい、いやーすごいですねこれも、ここは本一ということですね、まあ、でも本一までいけばダブ何ハク本一ちゃんた、はい、あれでハネマンです、ありますね、はい、白は山に2枚、おお、ま、自信何個に、まあでもこうなるとね5200点牌だったんで、はい、ちょっとあそっかで今9枚打たれてね、うん、グッとなりますけど、まあさらにその目を見たんでね、はい、高みを目指している藤井です、かっこいいですね、うん、高みを目指している藤井いいシャンテン、何のポンを入れています、ドラドラなんで葵さんも入れますもんね、はい、トンがドラ、チュンも切っていく、チュンは葵が切っています、目いっぱい龍派切り、チュン龍派と切り出している葵、つも切りもあるなこれ、リュマのつもぎり、ここはリアンソーです、ああ、そっか、スーソー統一都市なんですね、はい、何かしら早いか、うん、もしくは手役、はい、に行ったかですもんね、スーソー統一都市、松岡さんもちょっと慎重になりますか、うん、親番ですけどね、なんかそれに対してね、葵も来てますからね、ションパイションパイで、本当ですね、うん、怖いですよね、あ確かに確かに、藤井さんから見たら、あ葵さんがドラドラに見えてそうですね、はい、うん、いいシャンテンの葵ですが、ここは3ピン、ゆったりいきましたね、これはいいと思いますよ、3ピン1枚入れなんで、はい、まあ、最終形が3ピンとトンになるのを嫌って、うん、ピンズが横に伸びないと、はい、自分の待ちが苦しいということで、ドラドラですが大きく構えた一打、うん、これもあ3ピンになるんだ、ローマンつもぎりとかですか、もうあるかなと思いました、うん、ローマンつもぎりとか、まあ、リャンマン切りとか、はい、もう一回その横に伸ばして、はい、リャン面を作るというか、うん、みたいな感じもできるかなと思ったんですよね、ドラですドラですドラですここはリュウハ、
4統一目なんですけど、うん、まあ、メンツで見たらイーソーを切ってるんで、はい、厳しいですね。うん、どうなるか。アキさんの目からはやっぱ藤井さんの手が遅そうに見えてるんですね。まだウーマンとかウーソーとかも言ってますもんね、この手で言ってますね。今のうちって感じですもんね、スーピンも。実際テンポ入ってないですからね。入ってない入ってない。本一になるなら行こうって感じで、うわー、全部切られますよ、これ。これでパーマンポン。はいはいはい。G マン短期です。うわー、ドラ切ったんだ。なるほど。何ですか？これも面白い。いやだから、うん、葵さんが来てるんで、うん、葵さんと秋さんが来てるんで、うん、もうトンないでしょっていうことですね。はい、トンで勝負にならないと上がりにはならない。もう実際トンは1枚しかなくて、うん、G マンだと2枚かな、はい、あるんで。2枚残ってます。うん、さあ。でもこれ藤井が見せるチーマン短期ダブマンハック本一ドラドラ、はい、ハネマンは捨てたってことですか。はい。うわーすげー、これはかっちょいいわ。お見事ですね。本一ダブナン役配です。2004戦のつま上がり、これはすごいわ。すごい、これなんか決めるのすごいな。かっこいいっすね。かっこいい。なかなかねチーマン切っちゃうな。できないですよね。そうですね。なんかこれで失敗したらとかなんかいろいろ考えちゃって。いやいや、そう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 、すごい、うん、すごいかっこよかった。これでオーラスとなりました。藤井の親番ドラチーマン、藤井の手配整っていますか。ソーズの一メンツ両メンターズもあります。その自分のね、うん、読みと心中しないと難しい、うん、はい。アキさんこのまま終わると20も負けないで終わるとですか。15とかですね。今現状トップですね。マイナス15か、トータル今日のトータルはですね。はい。いや結構調子も悪いし、はい、あの立て続けに、あの葵さんにリアンウーマンで豊潤になった後とか、うん、松岡さんにリアンウーストでその後ね、はい、単品、うん、ドライチかな、はい、単品イペコか、単品とか、うん、単品イペコか打った曲とかもちょっとあの、まあ、ミスのような、うん、とかまあ本人を反省するようなあれでしたけど、なんかすごいですね。それで15とかしか沈まないみたいな。そうですね。いつ沈むんやみたいなね。間違いない。お、葵さん一西さんですね。はい、一西さんの3色です。現在オーラス。あ、今日の白鳥さんの解説すごくいいぜとぜってきてますよ。うん、今日のっていうね。あ、今日もですね。悪意がありますさあさあさあ、藤井が親番でこの形のいいシャンテン、龍がすでに1枚入れ、ポンテンが取れますよ、うん、この秋の老僧がどうなるか。6球層先引きたいですね。リーチ引きたいですもんね。はい、はい、のあ老僧、うん、あここで老僧切りました。ガンリャンピンを引き入れたのは松岡。うん、お、いいシャンテンですよ。はい、いいシャンテンとなったのは秋です。ピンフドライチのいいシャンテン、はい、はい、カーマを引き入れたのは松岡。藤井ウィーシャンテンが続いています。
2万が縦に来てしまいましたが、ここはどうするか。飛車、飛車安定の秋、ペンさん、そう引き入れて、青いもいいシャンテン、秋さんテンパよっぱそう、はい、これ勝負あったか、藤井さんパス浮いてんだよな、マジか、浮いてるな、ちょっと今チーテン取りたそうだったけど、グッとこらえたけど、あでも急走4枚目だ、あすごい、取りそうなもんだけど、なかなかったですね、うん、これ入り目がローソーになったとしたら、うん、リャンソー打てれば、はい、ね、うん、あのセーフの可能性ありますね、どっちを見るかですよね。パーソー打っちゃいそうだけど、場的には秋がウッパーソー待ち、ウッパーソーも山には登っていないんですね。あ、リャンスちょっと田舎の感じリャンソー妻は助かりそうですね。藤井さん、チーソギリーチになりそう、チーソギリだ、リーチになりそうじゃないですか、うんうんうん、おー来た、マサコさん天敗、ウピロピン役なし、あパーソー残り1もあるか、あるあ、ね、じゃあ引ければ OK だ、はい、藤井さんがリャンソーパーソー初も、はい、初引いたら多分シャンポンに受ける、うん、かなあ、でもシャンポンに受けないか、あこれポンだ、ポンポンしてシャンポン、いやないからリャンソーとか、うわパーソーになっちゃった、そっか、安全パーソーは藤井の安全そうに見えたか、がパーソーの方が1人の現物で、秋さんがローソー早いからリャンソーの方が嫌か、さあ最後秋が上がって、はい、終わりました、トップから秋、はい、2着に葵、3着松岡、4着藤井の並びで終了です、はい、この後は選手を呼びしてインタビューをしていきたいと思います、ちょっと分かんないかも、あ時間的にもね、はい、はい、なるほど、失礼、じゃあちょっと白戸さんにお話聞きましょうかね、はいはいはい、本日4回戦通してみていかがでしたか、そうですね、やっぱ、うん、葵さんと藤井さんはかなり勝負の、はい、とこだったと思うんですけど、あ、松岡さんがちょっと電車の関係で帰宅されて、承知しました、はい、3人招いて5人で5人でお話ししましょう、はい、ました、5人でこれ軽い、あお疲れ様でした、お疲れ様です、すぎてなんかまあマイナスする内容だよなと思いながら言ってました。あ白鳥プロが聞きたいとおっしゃってた局面があって、はい、あリャンマン、リャンマンです、はい、リャンマンはね、はい、あのもう二差しでできてると思ってて、おで リーチ来るくらいだから結構強い街なんだろうなとは思ってたんですけど、うん、あのピンズ引いた時だけちょっと微妙だなと思ってと思ってたら、リーチしやすそうなウッパピン、要はその葵さんの目から見てリーチしやすそうなウッパピンを引いたんで、ヤウマンだったらリーチ来ないかなと思ってっていうのもあるんですけど、まあできてると思ってたんですよね、マンズの下が、でリャンマン打ったんです、達成と思って、だから降りるなら、まあ、別にリャンズ切ればいいし、まだ粘るんだったらリャンマン落としていくかなとか思ってたんですよ、いやすげえわやっぱダッセーなと思って、
いやいや、まあまあ結果は結果はそう、ただああそういう形もあるよねとは思いました。で開かれた時に朝間2枚だとそうだよねみたいなふうには思いました。2万がスライドだと思ったんだよね、うん、4のだったんで。すげえわそれは。いや、かっすい、かっすいですかね。かっすい結局補充してるからダメなんですけどね。随所随所でも白鳥さんがすげえわと。そうですね、まあまあそうですね、はい、すごいプレーなんか一個もなかったよ今日。超下手だった。すげえ怒ってるじゃないですか怒ってる。いや自分がちょっと下手すぎて最低でした、すいませんでした。いやいや、うん、すごいすごかったですね、はい、多分今日のトータルでも13ポイントかなぐらいしかマイナスしてないと思うんですけど、なんか最後次第で最後トップ取ればマイナス10ちょいで抑えられるかなと思って、うん、今日あまりにも悪すぎて、うん、ただマイナス40くらいでは抑えたいなと思ってたんですよ、うん、で最後のハンチャーに一応合わせに行ったつもりだったんですけど、最後はついたからトップ取れたけど、トップ取れたからマイナス10ちょいだったけど、内容的には多分マイナス40から50くらいの内容でしたって思いました。1回戦もね、1回も上がれずに嬉しいなと1回戦目は無発生でしたからね。あれ1回も上がってないなって。いや、ポンもチームもロンもリーチも何にも言ってないでこれぞ地蔵って思いながら。で、初めての上がりが背底の三足つもと、はい、あんな嘘みたいな三足とか積もっちゃうんだ、ふーんとか思ってテンパイでよしって思ってたら、はいはい、最後上がりになりまして、はいはい、お疲れ様でした。はい、本日はいかがでしたか。そうですね、いや高い手上がれるところを何度か逃したので。あ、あれありましたねそう、サブロッキューマン、あ、サブロッキューマン、ヤンパーマン、あ、あ、そう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 、ヤンパーマンの鎮痛になってたじゃないですか。俺も激痛と思ったし、そのなんだっけ、その前に六チッパの3色の時も、はいはいはい、そう決めてればね、三蔵実も上がり合ったかなっていう、うん、松岡さんが数層で跳ね曲がった曲なんですけど、短期でずっとぐるぐるしてたんですよ、うん、あ、出来合いの三蔵短期、三蔵そう7球外してればっていう、はいはいはい、拾うの相当難しいと思いましたけど、まあ、なんか、うん、ピンフでもっていうちょっとこうあったかな。まあでも数層をきっちり抑えたんで、抑えてたんで、俺は葵さんの上がりもあるかなと思ったら、オナテン数層あっさり引かれて、結局6000払うんかいみたいな。はい、そうでした。ちょっとましたけど、もうちょっとやりようがあったかなっていう一日でしたね。ちょっと目標が今日プラス50ぐらいって思ってたんで、全然目標に達せれなかったので、はい、ダメでした。そんな感じです。ありがとうございます、はい、お疲れ様でした。そしてフジプロ、はい、本日はいかがでしたか。お疲れ様でした。いや、もう本当に高い手にたくさん報酬して、一回きっかけが、多分2回戦に松岡プロのリーチにドラのローピンポンして急走で3球は4-5報酬した曲から、もう気持ちがグラグラしちゃって、うんうんうん、連続報酬してなんかもう立て直せないまま、このまま箱下3万点ぐらいいっちゃうんじゃないかなって思いながら、多分1万8000もそのハンチャンで補充して、はい、そうですね。で最後のハンチャンもカウンスをチーして6球満でかわしたいっていう気持ちで、もうチーマンうちが我慢できなくてまた7-7打っちゃったんですけど、なんかもう結局楽したい一心で打っちゃったり、もう攻める方が楽だからって言って攻めちゃったり、自分の悪いとこがすごい出たなと思ってます。はい、白鳥さんもちょっと今気持ちぐらついてんじゃないかな、はい、大丈夫かな。ぐらつくというワード使ってましたよね僕言ってましたそこだ、そこは合ってたんでよかった、うん、こんなに分かりやすくぐらつく人いんのかなっていう、はい、まあ、でもトーン一局の1回戦、あ、1回戦のトーン1局とかは、はい、もう全然ぐちゃぐちゃな手だったんで、はい、最初から組まず2進行してたりしてて、はい、めちゃめちゃいい入りだなと僕は思ってたんですよね。そうだけどやっぱちょっと補充続くと、はい、グラッときてんなって思う時はありましたけど、もうパンパンにして辛いのに
あれですよね、あのリャンマン5枚目のリャンマン ローペンチェビのシャンパン、あんなのもう、うん、なんで自分から辛い道を選んじゃうのと思って、もうバカじゃないかなと思って、安倍ねえわみたいな厨房からリチ来るさ、そりゃ来るよと思って、上がりましたね、はい、いや上がったけど、もう本当になんかもう恥ずかしくて、もう今日は恥ずかしい一日でした、すいません、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ではここで成績をご覧ください。出ますでしょうか。出ないんかい。あ、出ましたね。出ました。はい、まずはイリカプロから、はい、はい、本日がマイナス 11.2 でトータルマイナス 174.6 の20位、そして藤井プロがマイナス 30.8 でトータル 79.8 の17位、秋プロがマイナス 13.0 でトータル 51.5 の5位、松岡プロがプラス 55.0 でトータル 86.6 の2位となっております。はい、骨折も短くなってきましたが、第5節に向けてまずは秋プロから意気込みをお願いいたします。はい、今日1回戦目終わって、本当結構今日マジマイナス6時あるなみたいなところからちょっと踏ん張れたので、まあ、プレーオフ圏内は全然狙えると思うので、はい、そこ目指していきたいと思います。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、プロお願いします。はい、そうですね、トータルポイントが今もうものすごく沈んじゃってるので、まあ5節6節の戦い方を1ヶ月間よく考えて挑みたいと思います。はい、ありがとうございます。石プロお願いします。はい、今日やっぱりプラスしたかったんですけど30マイナスしてしまったので、まあ次、あと2節、まあ、残留に向けてしっかり打ちたいです。あとあさって WRC リーグベスト16、 そっちも頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。そして青いプロも明日のリーグカップ、あ、はい、明日、はい、はい、秋プロも A2 リーグ第5節データが4日に、ああ、鬼門ですね、はい、鬼門が待ってるから、はい、頑張ります。頑張ってください。白鳥プロも本日1日ありがとうございました。はい、もうとても素敵な解説でした。頑張ることない、ありがとうございます。次回の A リーグ女寮会 A リーグ第4節いいタコをお届けします。8月15日の水曜日5時からです。メンバーが安田麻里奈プロ、斉藤理恵プロ、菅原博恵プロ、稲尾上香プロです。解説は中田香奈プロ、現状涼香プロでお届けします。現状涼香プロ、中田香奈プロでお届けします。皆様ぜひご覧ください。本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。